どうもカマスです。今日はアディダス X ゴーストプラス FG を買ったので紹介したいと思います。こちら FG モデルで天然芝用になるので、天然芝での使用をお勧めしますが、まあ、人工芝で蹴ってみるとどんな感じなのかっていうのもちょっとお伝えできたらいいかなと思います。さっきまで芝で蹴ってみて、まあ、そちらの感想も合わせて紹介していきたいと思います。こちらの X ゴーストプラスを実際に履いている選手はソン・フンミン選手やフィルミーノ選手、ジズス選手が最近こちらのモデルを履き始めたようです。そしてこちらの、紐のあるモデルの X ゴーストポイント1を履いている選手は、サラー選手や久保建英選手やベルナー選手がいます。ベルナー選手はこちらの X ゴーストプラスのレースレスモデルと X ゴーストポイント1をピッチコンディションやスタジアムによって履き分けているようです。こちら購入時の価格は38,500円で、今現在カラーが何色か展開されているのですが、今回はこちらのカラーを購入しました。アディダスの公式サイトではこのように紹介されています。ピッチでディフェンダーを混乱させるのに有効なのはぶち切りのスピードで、こちら X ゴーストは重心が前足部にかかる設計になっていて、アウトソールに配したカーボンファイバーが爆発的な推進力を貢献。プルロスキンアッパーを合わせることで足首を固定しつつ自由に動かせる設計になっているようです。先ほど言った通り、さっきまで芝の方で蹴っていたんですが、人工芝でも履いてみたいと思います。先ほど芝の方で履いた時の感想は、履き口がプレデターやメネシスのレースレスとは違ってだいぶ広い履き口になっています。その割に概要で言ったようにクロスキンアッパーを採用していることで、足首の固定とこの甲のフィット感がすごくて、ローカットなので足首が自由に動かせるような感じがします。自分は足のサイズが 25cm で、今回の X ゴーストプラスは 25.5cm のワンサイズ大きいものを購入しました。いくつかレビューを見た感じによると、この幅が狭いのでこのフィット感というよりだいぶきつく感じる人も、痛くなるっていうようなレビューを何個か見たんですが、自分はどちらかというと、まあ、縦長で、まあ、この X ゴーストの横の痛さなどは痛くなるような感じはしませんでした。で、なんといってもこの X ゴーストから採用されたアウトソールに配されたカーボンファイバー、FG モデルということでさすが、芝や緩くなった地面でのグリップ力がすごくて、急なスプリントやターンがもうすごくやりやすかったです。まあ、自己責任ではありますが、人工芝で履いた感じ、新設の人工芝ならまあいいんですが、結構へたってしまっている人工芝の場合、割と滑るんじゃないかなっていう感じがします。前紹介した X ゴーストポイント1 FG モデルはアウトソール的にはまあ一緒のものになるんですが、やっぱり人工芝で履いてみると少し滑ってるような感じがしました。まあ、今日履くところはまだ芝が立っているのでいいんですが、まあ、ところどころ芝が寝ているところではやっぱ滑りやすいかなという感じがします。また人工芝の作りなど、まあ、深さによっても変わってくるんですけど、引っかかったりすることがあるので、こちらも注意が必要かなと思います。そしてこの若干反り返ったつま先とカーボンファイバーがバネのような反発をし、まあ、足を動かしてくれるので、まあ、スプリントなどを最大限に活かせる、まあ、ポイントになっているんじゃないかなと思います。ボールタッチは前回紹介した通り X ゴーストポイント1もアッパーが非常に狭く素足に近い形でボールタッチができたんですが、レースレースというのと、まあ、アッパー素材が、まあ、違うということで、さらに感覚が、まあ、違う感じがします。まあ、どちらかというとトラップよりドリブルや、まあ、細かいタッチで重宝しそうな感じです。まあ、多少厚みがあるクッション性のあるような天然革のスパイクの方がやっぱトラップは、まあ、やりやすいというか吸収性があっていいかなっていう感じがします。
一通り履いてみて、この X ゴーストポイント1と X ゴーストプラスの違いは、まず紐があるないっていうのが一番でかいのと、このアッパー素材のやっぱ違いが結構この足のフィット感やボールタッチに関わってくるんじゃないかなと思います。あとは多少の軽さの違いはあるかなっていう感じはします。このやっぱカーボンファイバーっていうのはだいぶ足の負担がなくなりますし、一番この軽さを感じるのは、疲れた時にそのスパイクの重みを全く感じないっていうのはやっぱ大きいかなっていうのは思いました。人工芝で履いてみた感じで言うと、今日自分が履いたところでは、まだ芝が立ってるのであんまり滑ったりあんま引っかかったりすることはなかったんですが、人工芝の状況や、ピッチコンディション、雨が降っていたり多少はげていたり、その深さが浅かったりすると、引っかかったり滑ったりすることがあるんじゃないかなと思います。なのでその時の、ピッチコンディションやその人工芝の状況によって履き分ける判断するのが一番いいかなと思います。最後に今日は X ゴーストプラス FG を紹介しましたが、実は今もう新しいモデルの X が試されていて、先日の日本代表のトレーニングで南野拓実選手が新しい X ブラックアウトプロトタイプを履いているのを、日本のメディアが捉えたというふうに、海外のスパイクファンの間で話題になって一度拡散されました。南野選手の他にも、海外のプレイヤーでディマリア選手が、新しい紐のあるタイプを履いてトレーニングをしている写真なども出ていて、新しい X が近々出るのではないかなというふうに思います。南野拓実選手といったらネメシスプラスを履いているイメージがあるんですが、最近フィルミーノ選手や南野選手が X に履き替えている傾向があるみたいです。